こんにちは。え今回は注文住宅を建てる流れ二番、うん、公務店選びパートツーでいいですかね。そうですね。はい、公務店選びはいっていうことですね。はい。えー、この間ねあのー、出入り価格とはい出入りえ、はい、出口価格と入口価格ですね。はい えっていう話をさせていただきましたけど、はい、今回はね、ちょっと公務店っていろんな種類があるんですね、はい。で、それをちょっとあの知っていただきたいなと思ってえ話したいなと思ってます、はい。ちょっと出していただけますか、はい。じゃじゃん。はいはい。えー、これね、大きく公務店、えー、建築会社を分けていくと、はい、1>, え1、2、3、4、ここに分かれていきます、はい。でね、それぞれまあ特徴があるんですけども、はい。 その辺をね話していきたいなと思ってます。はい、でまず一番目、はい、これは設計事務所、ね、はいえー、これの特徴なんですけど、はいえー、すごくかっこよくて、はい、えー。デザインの優れた家っていうのを作って、ね、うん。じゃあ徴ますよね。デザインですか？そうですね。はい。ちょっと書くとこ小さいですね。はい。<laughs> はい。デザイン。でどうしてもねデザインに、えー、あの。 注力するので、はい、後期は長くなっていきます。長いはい、はい。で、価格もどちらかというと、高くなっていきます。はい。高いはい、はい、それが、まあ、設計事務所のね、はい、大きな特徴。それから、大手ハウスメーカー。はい。これはね、あのー、なんとかハウスとか言うてね。えー、まあ、日本には、大体十社ぐらいある、大きな、えー、メーカーなんですけど。はい、えっと、まあ、年間ね、一万棟ぐらいやってる。 はい。もう僕らはね、年間十何頭しかやってないんで、もう数が全然違うということで。大手ハウスメーカーさん。これの特徴としますよね。やっぱり安心できると思うんですよね。心理的にね。安心。たくさん。ね。はい。で、工期は、割と長くなっていくんですけど、まあ、中の。上ぐらいかな。中にしておきましょうか。にしましょうか。はい。 で価格、これもねどうしてもあのハウスメーカーさんといえばえどうしても広告宣伝費とかね社員さんもいっぱいいていたりえすごくあの管理費みたいなことがいっぱいいったりしますのでちょっっと高いになっていきますそれから注文系販売。はい えー、この販売会社なんですけど、はい、これはねあのー、中堅の、えー、サブコンとか言われるような、うんえー、とこが多いんですけど、はいえー、これはどちらかというとねスピード重視で、えー、やっていくっていうことでそれから、えー、後期の方は、えー、割に早いです。後期早い、はい中小短い、はい それから価格の方も、えー、割と安くなっていきますねあの安価にできていくっていうことですね。いはいはい、それから土地の分譲、はいえー、よくこれはね建て売りとか言われる、えーまあ、土地の方をメインに売っててそれよく格割りしてね建物を建てて販売されるっていう形が多いんですけど、はい、こちらの方も。はい 特徴としてはスピード重視ですねスピード重視、はい、こっちは土地からってことですね土地メインですねで,すね、はい、で後期も早くなっていきます、はい、短くなっていきますなるほど短い、はい、価格もねあの普及タイプということで安くなっていくっていうことなんですよねう 方がしていくっていいくうう感じですか、ね、そうですすねそ大体決まってると思います。まあ、色ぐらい選べるところが多いかなと思うんですけどね。で、えー、と地元工務店、はい、これはねあの本当に一人大工さん親方一人でやられてる方もいてるし30人とかっていう会社もいろいろあります。うん、で、まあ、特徴としてはね、えー、あの一応企画じゃないんで、えー、例えば細かい、うん 例えば棚を一枚つけるにしてもね、あのこの辺につけてって言ったらはいわかりましたということでやってくれたり、え割とあの自分の思うようなことっていうのが現実あの実現しやすいって形になりますね。なんて書いときます地域密着みたいな感じですか。そうですね。それ、うん、地域密着ってすごいいいと思います。密着型ですね。はい、で要望が叶いやすいってことですね。はいはい、はい。で 工期はどうでしょう。ただ工期はやっぱりちょっと長めになります、はい。いろいろお話も聞いて相談に乗ってくれる分、そうですね。ちょっと長めになる。はい、ね。はい。はい、でコストの方、価格の方ですね。はいはい、これはね中ぐらいになってくるかな。うん。ここも要望の内容にもよるやよりけりですか。そうですね。はい。なるほど。うちなんかだったらワクワクハウスだとこの。 地地元元務務店、店、ね、型ですすねこ、はい、こちらのとというなまでもう一つね、はいあのー、ちょっと特徴的な、えー、家のことをどんな言い方するかっていうのがね、はい、すごくこの特徴を表してると思うんですけど、はい、設計事務所は家のことを作品と呼びます作品、はい、それから大手ハウスメーカーそれから注文系の販売 の、はい、会社は、えー、商品って呼びます。商品はい。それから土地分譲の会社これは物件って呼びます。物件はい。地元公務店は家。これ家そのまま家ですね。はい。はい、えー、このように呼ばれています。それぞれこう特徴があって。 でこうそれが名前にも表れてるんでものです,すいですよねこういった地元工務店でもたくさんあると思うんですけど、はい、この地元工務店の,この選ぶ基準というのは他どういった 地元工務店といっても、ね、本当に地域にもいっぱい工務店もありますし、はい、選ぶのは非常に難しいかなというところもあるんですが、うん、あの一つの基準として、ねはい、やっぱり、えー、地元で長い間にわたってやっているというのは、ねうん、すごく信用にはつながっていくかなと思ってていかと思ます、うんうん、もう大手にも匹敵する安心がここでも手に入るということですね。ははい、はいわ、はい、かりました、えーと では、今回は公務店選びここまでということでいいですかね？はい、次回はどうしましょう？はい、次回はね間取りの話をさせていただきたいなと思っています。わ、うん、かりました。はい、じゃあ今回はここまでになります。ありがとうございました。ありがとうございました。したさようなら。